はい、どうも皆さんこんにちは、しゅんちです。はい、今回はですね、ガンホーコラボガチャの方を引いていきたいと思います。はい、皆さんゴールデンウィークも始まってね、5月になってなんかパズドラもいろいろイベントがやっているんですけど、皆さんやってますでしょうか。クエストとかで今魔法石1回クリアすると1個ずつもらえるっていうね、結構魔法石配布してるんで、皆さんぜひやってみてください。なんかね、結構簡単、自分バレソニーにニーズヘックで詰めて行ったら、初級中級は全クリできて、上級のマイネまではクリアできました。はい、チーリングねクリアできなかったんで、ミッキーの方で撃破してきたんですけど、まあその後ちょっとねちょっとサボっちゃったな、この3つはサボっちゃってるんですけど、はい、まあそんな感じで今、魔法石31個あるんで、ガンホーコラボガチャねこちら来てるんで、引いていきたいと思います。で、もう僕1点狙いと言っても過言ではないですね。結構前のコラボとかでもコラボっていうかイベント、でそこでももう結構ね引いちゃってるんで、ある程度欲しいキャラは当たってるんですけど、まあ僕の1点狙いはこの子、レギンレイブ、この子ですね。この子が、いやこの子そんなになんか、おーなるほどみたいな、なるほどみたいな感じでほーんと思ってたんですけど、発表された時は今極連のイベントやってるじゃないですか。極連でランク上げめっちゃできるよみたいな、あのイベントでこの子がものすごい活躍するらしいんですよっていう、なんかその新しい編成を見つけちゃいまして、ツイッターの方で、それでもう一目惚れですよね。もうめちゃくちゃ欲しいなってなって、今回ガチャを引いていこうかなと思います。はい、でまあもう引く前からこんなこと言っちゃあれなんですけど、交換も結構考えてて、はい、こちらですね、リギンレイブ、もう交換一応できるんですけど、ちょっとね、まあこの3体は出せる、このラルグ2体とノアは出せるんですけど、まあ、ちょっと他のキャラね、このオラージュもちょっとねあれなんで強化されちゃってるんで、まあ、この3体は出せるんですけど、まあもうこのねあと2体欲しいんで、ちょっと、まあ、ガチャ引いて2体ぐらいね、まあそれはレギンレイブ出てくれたらもう一番嬉しいんですけど、まあ交換も考えてるよっていう感じで、2体動くキャラが出てくれれば最悪交換ができるっていうのことなんで、まあレギンレイブを狙いつつ、まあ無理でも動くキャラを2体当てていくという感じで、ガチャ引いていきたいと思います。はい、でまずですね、こちら開催記念のガチャまだ引いてなかったんですね。はい、なんか動画撮るかなと思って一応撮っといたら、ちゃんと引く時が来ましたね。はい、なんでまずこちらから引いていきたいと思います。まずもうこれでね、これで出ちゃったらもう動画終わりなんですけど頼みますよ、もう終わっていいからね。 OK、 お願いします。さあ1回目、金、はい、ありがとうございます。テンフーファさんですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは最大5回かな、あと5連できるんで5回引いていきたいと思います。いきます。はい、じゃあ2回目ですね。はい、いきます。さあ、まずはダイヤ、金、はい、同じの、ありがとうございます。はい、3回目。さあ、ダイヤ来い、いらん、この子なんかさ違うやつだよね。いらん、マジでなんか友情とかでもらえたやつ。お、来た、ダイヤ、さあ来い、新キャラですね、ラファエル。まあ強いのかな、ちょっとわかんないな、この子どうなんだろう、使えんのかな。あんま使えそうにはないんだけども、まあはい、ラファエルですね。はい、ありがとうございます。さあ4回目かな、ガチャで、さあ来い、まあさすがに2連続はないか。いや、この子はいらん。はい、ラスト、ドン、おー、ダイヤ、ナイス、さあ来い、
動かない動かないアルテミス持ってるんですね、たくさん。はい、うわー、終わっちゃ、はい、魔法の力を使ってきまして、もう一回ねガチャレルということで、はい、ダイヤ出していきたいと思います。いきまーす。さあ来い、さあダイヤ、ダイヤ、さあ来い、動け、動い、動いてよ。よし、あれにかけます。はい、こちらゴッドフェスガチャレベル5、こちらです。こちらに今から挑戦して、まだやってなかったんですよ。これもなんかガチャ動画で引きたい時来るかなと思ったらちゃんと来ましたね。はい、こちらを一回通しまして、はい、まあもしねいいキャラが出たらそれ嬉しいんですけど、 もしねなんかもうみたいなキャラが出たら速攻交換出します、この子で。はい、よろしくお願いします。はい、クリアして、はい、こちらですね、レベル5。ちょっと排出対象キャラがよく分かってないんですけど、まあ交換対象キャラが多分排出されると思うんで、もう確定で多分出るんで、はい、こちらの方まず引きます。いきます、ドン。さあ何が来る、さあ何が来る、絶対動くんだよ多分、絶対動く。さあ来い、はい、スクルド、スクルドって交換対象入ってたっけ。2体目いらん。あ、なってる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 。お、これは交換か、ちょっと交換考えるよこれ。うん、ちょっとよし、じゃあ一旦このラファエル君をちょっと調べてきます。はい、ちょっとラファエル君調べてみて、もうなんかあんま使わなそうだったらもう交換の方に出したいと思います。それでは一旦シンキングタイム。はい、今考えてきたんですけど、まあ交換していいかなって感じなんですよね結局。うん、あのね、まあ他にねパズドラやってる人とか、あと YouTube とか見てもまあいいんじゃないかみたいな感じなんですよね結局。うん、ラファエルはそんな使わないかなっていう感じで、であとこの子ラルグのちょっと若干多分強化入ったのかなこれ。うん、ロック解除で卑劣変換っていうのがまあもしかしたら貴重かもしんないぞって言われたんですけど、まあ結局ねあんまり使わなかったんで、ずっと持ってたんですけどずっと使わなかったんで、まあそれよりかはね、極連とかで集会とかしたら活躍してくれるこの子の方がいいかなと思ったんで、今回は交換します。はい、リギンレイブこの子ね、はい、交換、はい、交換しましたということで、なんだろう、極連の新編成の方、はい、ツイッターで見たやつ、またね試してみて、まあ、結構いい感じだったらそれも動画にしてみたいと思います。はい、こんな感じで今回の動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。他の動画もいろいろ上げてるんで、そちらの方もぜひ見ていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。